写真拡大。全国高校野球選手権準決勝、履正社明石商、20日、甲子園球場。20日の準決勝で対戦する明石商、兵庫と履正社、大阪は大会休養日となった19日、それぞれ調整した。明石商の最速151キロ、右腕中森俊輔投手。2年は兵庫県明石市内の同校グラウンドで汗を流し、履正社井上の長打を警戒した。昨日はスピードよりコントロールを重視して投げた中で、151キロが出た。結構いい感じですと決戦へ向けた手応えは十分だ。休養日となったこの日は朝から3年生、投手の杉戸と共に、かかりつけの整骨院で体の張りを解消した。その後は、グラウンドで行われたチーム全体での練習には参加せず、軽めのランニングや投球フォームを入念にチェックしながらのキャッチボールで汗を流した。ベンチにいるとうずうずする。ピンチの時ほどマウンドに上がりたくなります。これまで先発が主だった中森だが、今大会の先発は初戦の花咲徳栄戦のみ。先発への意欲は高まっている。準決勝の相手は、強力打線が持ち味の履正社だ。ビデオ研究の結果、4番井上と1番桃谷を特に警戒視しているという。高めの球は全部打たれるので、水上さん、捕手を信じてどんどん低めに攻めていきたいですと意気込んだエース。相手を圧倒する強気な投球で、チームを頂点まで牽引した。